テキサス革命、テキサス革命、テキサス革命とは、1835年10月2日から1836年4月21日にかけて、メキシコの一州だったコアウイライテハス州のうち、テハス、現テキサス州と呼ばれた部分が、キシコ合衆国、現メキシコからの分離独立を目指した戦争である。テキサス独立戦争とも言う。メキシコ政府と、 テクシャンと呼ばれるテキサスのアメリカ人入植者の間の不和は1835年メキシコ大統領のアントニオ・ロペス・ゲサンタ、アナ将軍が1824年憲法を廃止して代わりに新しい反連邦主義中央集権的色合いの強いの憲法を宣言した7つの法に由来した社会的動揺はすぐにメキシコ中に広がりいくつかの州では 暴動等が発生した。テキサスでは1835年10月1日、ゴンザレスにおいて戦闘が行われ、これが戦争の始まりとされる。当初のラバイアとサンアントニオでの戦闘では、勝利を収めたが、数ヶ月後には、同じ場所で増派されたメキシコ軍に惨敗するなどした。戦争は、現在のヒューストンからおよそ32キロ東のサンジャシンとの戦いで終わった。そこで、 サム・ヒューストン将軍は、サンタアナ率いるメキシコ軍と戦い、テキサス軍を勝利に導き、サンタアナはこの戦いの直後に、テキサス軍に捕らえられた。戦争の結果、この地域は、テキサス共和国として独立した。1819年教行は、アメリカ合衆国を急に不況に落とした。アメリカの実業家であり、スペイン親民のモーゼス・オースティンは、この不況で、 マリサイクスの鉱山経営の事業を失った。テキサスへ旅をした後、彼はこの地域にアメリカ人入植者を呼ぶ計画を進展させ、それは当地でのスペインの発展と彼のビジネスのきっかけにもなると考えた。1820年、彼はテキサスでの300の家族のためのこういう地払い下げをスペインに申請し、同年の終わりに土地を受け取った。 しかし1821年6月にはモーゼースは死亡する。彼の息子、スティーブン・オースティンは、その土地を相続し、マルティネス知事との合意を形成した。その合意は、入職を希望する家族の課長に640エーカー、その妻に320エーカー、子供にそれぞれ160エーカー、奴隷にそれぞれ80エーカーを与えるというものだった。 アメリカ合衆国の経済の困窮のため、オースティンがニューオーリンズでこの条件を公表すると、わけなく、払い下げを希望する300家族を見つけることができた。オースティンの開拓地の計画は、進行するメキシコの政治的混乱の真っただ中にあった。1八百十年、僧侶のミゲルイナルゴによるスペインからの独立宣言から、メキシコは十一年間の残忍な戦争状態に、 突入した。最初は、スペイン軍に幸運があるように見えたが、1821年、スペインの将軍、特にアグスティン・デイ・トルビデとサンターナが、メキシコの乱への指示に切り替わった。これによって、メキシコの勝利となり、1821年に、メキシコ独立戦争は終わった。1821年12月、オースティンの入植者たちは、 サンフェリッペの周りの陸と海のそばに到着した。オースティンが失望したことに、新しく独立したメキシコ政府は、それ以前に、スペインが認めていた払い下げを認めなかった。オースティンはこの問題の解決のために3年かけて、メキシコシティを行き来し、やがて払い下げは新政府に受け入れられた。この間、オースティンはスペインを折り返し、 後に活動を共にするメキシコ人革命家のホセアントニオナバロと親しくなった。払い下げ地の規則の下ではすべての新しい入植者はカトリック教会へ回収しなければならず、名前もスペイン語風に変えなければならなかった。与えられた土地は4000エーカー、約16平方キロメートルを超えた。アングロ系入植者はテクシャンと呼ばれ、ヒスパニック系入植者は テハーノと呼ばれた。入植地は栄え、3年後には人口は1万8千名にまでなり、ナバロ自身は1830年には2万5千エーカー以上の土地を所有した。1822年、アグスティン・デイトルビデは新たに作られたメキシコ帝国の皇帝になり、1823年、イトルビデ皇帝はオースティンの払い下げ地を最終的に認めた。彼のの下で、 奴隷制は一度目の廃止を正式にされたが、国中でまだ継続していた。イットルビデの政権はすぐに不安定になり、同じ年にグアダルーペ・ビクトリアとアントニオ・ロペス・デン・ターナガをまとめた。それは共和国を設立するための皇帝の転覆を提唱した。イットルビデは退院し、追放処分となり、翌年戻ると処刑された。オースティンは新しい政府と、 また交渉しなければならなかったが、やがて成功した。メキシコは新しいのもとで、共和国になり、テキサスは、コアウイラと合併して、コアウイライテハス州となった。この州のテキサス部分の境界は、今日のそれとは大幅に異なる。南の境界はただヌエセス川、今日のコーパスクリスティがあるところまで広がり、それ以南は、タマウリパスだった。テキサスの西の境界は、 サンアントニオの西およそ200マイルで終わり、異性はチワワになり、タマウリパスとチワワの間には200マイルの幅の広い、未完承地が続き、リオグランデ川を渡って南西に100マイル行くと、テキサスとコアウイが繋がった。メキシコは1824年憲法で、3度目の公式の奴隷制廃止を行ったが、国全体でまだ継続してはいた。オースティンは1825年、 1827年、1828年の3度、新しいメキシコ共和国から土地の払い下げを受けた。新しい移住のエンプレサリオ制度がメキシコに設けられた。エンプレサリオは新たな入植者の勧誘とそれに対する責任を持つことと交換条件でメキシコの土地を得ることができた。エンプレサリオとしてオースティンは基準を満たした家族を連れてくることと、 そして入植者たちを統治する両方の責務を与えられた。その他、ロレンソデ・サバラ、ヘイデン・エドワーズ、ロー・フィリバスターのベン・ミラムなど、多くの人がエンプレサリオになった。しかし、この期間を通して、受け入れた植民者以外にも、アメリカからの他の市民はポツポツとやってきていた。1826年までに、エンプレサリオのヘイデン・エドワーズは、様々なリーダーたちや入植者たちとの間に、 いくつかの土地と政治上の争いごとを抱えていた。それには払い下げ地と百人年以上前からの主張の、前から存在する所有者から、法律を尊重して、土地を取り上げる企ても含まれていた。結果的に彼の追放とエドワーズの驚愕の財務上の損失を引き起こした最後の葬儀で最高潮に達した。これによって彼は、中道チェスの小さな放棄を先導して組織した。 彼はその土地で、フレドニアという名の共和国の独立を宣言した。マテオ・アフマダ中佐は、テキサスへと派遣され、オースティンは、テクシャン民間兵とアフマダの軍を集めた。彼らは、一緒に中道チェスへ進軍し、エドワーズと彼の追随者は戦火を交えることなく、すぐに、テキサスから逃げ出した。1827年、アメリカ合衆国のジョン・クイン・シー・アダムズ大統領は、 テキサスの購入のためにメキシコに100万ベイドルを提示したが拒絶された。2年後の1829年、アンドリュー・ジャクソン大統領は再び500万ベイドルを提示したが、またメキシコは拒絶した。同年、スペインは再占領を試みた。サンタアナはタンピコで侵略するスペイン軍に迅速に打ち勝ち、国の英雄として支持された。 1830年にはメキシコはアメリカ合衆国から境界を越えてメキシコへと流入する多くの移民に警告するようになった。少し前に起こったフレドニアン暴動と明白にメキシコを欲しがるアメリカのために入国者への懸念があった。メキシコは4月6日法を可決した。この法律はエンプレサリオに与えられる土地の承認の前に 開拓予定地や未開拓地を無効にしようとした。法令は税の徴収を可能にし、テキサスでのより大きな軍事勢力を提供し、さらにテキサスへ移住を終了させた。オースティンは3年間のメキシコ政府の管理の後、結局この法を撤廃したが、一方では法の執行のために軍事的手段が制定された。これにより穴う枠で放棄が起こった。 これがいわゆるアナウワク創造事件の始まりとなった。テクシャンはメキシコ政府に対してますます厳滅するようになった。テキサスに駐屯したメキシコ軍兵士の多くは刑務所に入るかテキサスで兵役に着くかの選択を与えられた犯罪者だった。テクシャンの多くは州都の場所にも不満で、それは定期的にサルティリオとモンクロバの間で移動していたが、 どちらも500マイルほど離れた南のコアウイラにあった。彼らはテキサスをコアウイラから分離した。州、メキシコから独立するのではなくにして自身の首都を持つことを望んだ。彼らは首都が近ければ汚職も取り除けて他の政治の問題も容易にすることができると信じていた。公民の一部はメキシコではないがアメリカにいた時にはあった権利に慣れていた。例えばメキシコは 宗教の自由を保護せず、その代わりにカトリック教会の受け入れを制約させられた。奴隷制が合法であったアメリカ合衆国南部の諸州と異なり、メキシコの奴隷の地位は曖昧なものだった。1829年に就任したビセンテギレーロ大統領は公式にメキシコにおける奴隷制を非合法としたが、政府は奴隷の売買については厳しいが、奴隷のところについては寛容だった。 これらのことが摩擦を引き起こしてはいたが、彼らはまとまって反乱を起こす、要入植者を先導するのには十分ではなかった。1829年と1832年の間、一連のメキシコ大統領は、一連の政変によってやれた。サンターナはそれらのすべての事件に関わっていた。メキシコ共和国は二つの派閥に激しく分割された。一つは、 中央集権的な君主制の政府の保守派、もう一方は民主的な連邦政府のリベラル派であった。1833年の大統領選挙でサンターナはリベラル派として出馬し勝利した。間もなくサンターナは引退して大農場へ戻り、副大統領のバレンティンゴメス・ファリアスへ国政を任せた。政府は思い切ったリベラルな修正に着手し保守派を怒らせた。 大農場から戻ったサンターナは政府の方針を拒否し大統領職を転覆させた。ゴーメス・ファリアスと彼の多くの支持者はメキシコからアメリカへ逃亡させられた。サンターナはメキシコは民主主義の準備ができていないと宣言し公然と保守的なカトリック中央集権主義者になり自身を独裁者に任命した。サンターナの復帰に邪魔をされたにせよ。 オースティンと入植者たちは、彼の権力への企わてから、サンタアナを支持しつつ、今は、投資を望んでいた。そのため、オースティンは、コアウイラからの州の分割、より良い司法制度、最初のアナウアクの事件とベラスコの騒動、1832年の原因となった4月6日法の廃止、その他もろもろの嘆願のためメキシコシティへ出向いた。それらの単元は、 州の分離を除いてすべて認められた。分離できなかったことで落胆した。彼は友人に怒りの手紙を書き、それは反乱を働きかけるように見えた。メキシコ当局はこの手紙を阻止し、そしてオースティンは先導のために逮捕され、その後18ヶ月を監獄で過ごした。テキサスへ入る移民の数は急に激増した。サンターナはテキサスへの移民の殺到は、 この地域を支配しようとするアメリカの企みと信じた。1834年、メキシコ政府内でのトラブルを悟ったため、サンタアナは、衆議会の解散と、州市民軍の武装の解除、そして1824年憲法の廃止を行った。これらの行動は、メキシコ中の激怒のきっかけを与えた。国はその時、サンタアナの独裁政治を支持する、中央集権主義者と、 1824年憲法の再設を求める連邦主義者の真っ二つに割れた。サンターナは未許可の入植者たちにテキサスから出て行くよう命じた。ユカタン、サカテカス、コアウイラの各州は即座にサンターナの行動に対して反乱を起こした。サンターナはこの反乱を収めるのに2年を費やした。リベラルの旗印のもとに起こしたサカテカス州の反乱は 1835年5月に残酷な衝突を迎えた。報酬として、サンターナは兵士に、サカテカス州の州都で2日間の強姦と略奪を許可し、市民は数千人虐殺された。サンターナは、フレソニ漁のサカテカスの銀行さんも強奪し、さらなる刑罰として、彼はサカテカス州を独立した農業領地のアグアスカリエンテス州に分割した。このことは、 サンタアナが反逆者としてみなした人を雇うのではないかと心配する風潮となった。彼は義理の兄弟マルティン・ペルフェクトでコス将軍にテキサスへ進軍して州に対する騒ぎを収めるように命令した。1835年6月下旬に起こった2回目のアナウワク相乗事件はメキシコ軍を追放した。アナウアクからの軍の追放の後激怒しているサンタアナは テキサスにより多くの軍を派遣し、テキサスの征服のための準備に取り掛かった。オースティンが逮捕されていることへの嫌気、サカテカスでの恐ろしい出来事、民兵の武装解除の要求、すべての不法移民の追放命令、そして特に1824年憲法の解消にも、かかわらず、全体として、テクシャンたちは8月までメキシコの憲法に比較的忠実であった。8月になると、 増え続けるメキシコ軍の存在、個々の求心的なテクシャンの指導者たちを軍事法廷にかけるという脅迫、それから立法府による土地汚職などは平和とメキシコへの所属を望む派を摩滅させ、戦争と独立を支持する派に組み込まれ始めた。トゥビット領地では中央集権主義のメキシコ軍兵士がテクシャンの住民自身マっコいを抗論の末にマスケット銃で殴った。 ゴンザレスではメキシコ軍当局が地元の民兵から小さなキャノン砲の回収を請求した。9月20日、コス将軍は300名の先遣隊と共にコパノに上陸し、その後ゴリアド、サンアントニオ、サンフェリペ・デ・オースティンへと向かった。オースティンは7月に釈放され、8月にはテキサスにいた。オースティンには革命しか選択肢がないように見えた。 10月には反乱の正式な計画の可能性を議論する会議が予定されていて、オースティンはそれを許可した。しかし、会議が開かれようとした前に、サンターナの全国の州市民軍への武装解除の要求に従って、サンアントニオに駐留していたドミンゴ・ウガルテチア大佐は、メキシコが与えた大砲を戻すように、ゴンザレスに配置されていたテクシャンたちに命令した。 テクシャンたちは拒否すると、ウガルテチェアは、フランシスコ・カスタニエダ中尉と100名の隆気兵を送った。彼がゴンザレス近くの雨で水位の上がったグアダルペ、川の岸に着いた時、対岸には18名のテクシャンがいた。川を渡れないカスタニエダは、キャンプを設置した。テクシャンが取られないように大砲を埋めて、志願兵を求めた。すると2名のテクシャン民兵がそれに応えた。 ジョン・ヘンディ・ムーア大佐が融合した反乱者と民兵の長に選出され、大砲を掘り起こして一組の車輪を取り付けた。高シャッタのネイティブアメリカンがカスタニエダのキャンプに入り、テクシャン側には140名もいることを知らせた。1835年10月1日午後7時、テキサス軍はカスタニエダの隆起兵へ、ゆっくりと静かに出発した。午前3時、 キャンプに到達し、銃火が交わされた。小競り合いで馬から落ちて、鼻から血を出した一名のテクシャン以外は負傷者はいなかった。翌朝交渉が行われ、テクシャンたちは彼らの反乱に加わるようカスタニエダに要請した。テキサスの大義への同情を表したにもかかわらず、彼は反逆へ招かれたことに驚き、交渉は決裂した。テキサス軍は、 問題の大砲と噛むアンドテイクイットという文字を油で描いた軍機を作った。大砲の弾を持っていなかったので押しつぶした金属を詰めて隆起兵に発砲した。隆起兵は突撃し、マスケット銃とライフルを発砲したが、カスタニエラは交戦せずに隆起兵をサンアントニオまで収むすることを決めた。こうしてテキサス革命の戦争は始まった。そして、 ゴンザレスの戦いと同じように、突然の放棄に対して、メキシコ守備隊は準備をする時間がなかったので、初期の戦争はテキサス軍が優勢であった。続いて、テキサス軍はコス将軍が守るベハルを占領した。オースティン将軍が志願兵たちにコス将軍の軍が飢え死にするのを待つだけの退屈な仕事を与えると、多くの志願兵はあっさりと去っていった。 1835年11月中、テキサス軍の数は800名から600名へと減少し、司令官たちはつまらないことで抗論をするようになった。ジムボ防衛を含む何名かの司令官は辞職し、ジムボ防衛はゴンザレスへ行った。この1835年10月12日に始まったペハル包囲戦は、テキサスの軍がいかに統率が取れていなかったかの実証となった。 オースティンはすべてのテキサス部隊に司令官を任命していたが彼の才能は軍事には向いていなかった。メキシコ軍の捕虜は仮釈離されて二度と戦争に参加しない約束を取り付けた後にメキシコへ送り返した。テキサスの初期の勝利はメキシコ不評体の格好型マスケット銃よりもより精密で遠くの標的を狙えた効果的なライフルによるところが大きい。 全体のモチベーションと指導力を欠いた残りのテキサス軍は、またモロスへ向かって、街を略奪するべく、進撃の準備をした。後に、またモロス遠征として知られる、この企みは、メキシコと戦闘はしたが何の結果ももたらさなかった。1835年11月6日、ホセアントニオ・メヒア率いるタンピコ遠征隊は、ニューオーリンズを出発し、 中央集権主義の町の占領を意図したが、失敗した。これらの単独の作戦は、テキサスの武士と人員の動きを枯渇させ、数ヶ月間は災いしかもたらされなかった。ゴンザレスでは、低速数を満たす居留地からの代表者が到着した後に会議が開かれた。激しい討論の後、彼らはメキシコから分離するのではなく、単に中央集権に反対するための暫定政府を、 最終に設立した。ヘンリー・スミスが知事に選出され、サミュエル・ヒューストーンは、テキサスの正規軍の最高司令官に任命された。この時、正規軍は、まだなかった。オースティンの軍は全て志願兵だったので、ヒューストンがそれを作ることになった。ヒューストンは、メキシコとの回線が回避できず、また敗戦も必死であると認識しており、アメリカ国内で、テキサスへの支援を募り、 寄付と義勇兵を集めた。米国内でのテキサス支援の熱は高かったのだが、米国政府自体はこの時表向きには中立であった。彼らは金銭よりも土地を多く持っていたので、軍の法相として土地が選ばれた。追加の土地は志願兵ではなく、正規兵に与えられることになった。暫定政府は、市略船を任命し、郵便制度を創立した。 10万ドルを借り入れるために商人をアメリカ合衆国に派遣し、様々な軍の教科書の転写を命じた。オースティンはベハルでの軍の指揮官を辞任し、理事としてアメリカ合衆国へ行くことになり、オースティンは当分の間そこに滞在した。1835年11月24日、オースティンは将軍の地位を降りた。選挙が開かれ、エドワード・バールソンが、 オースティンの後継者となった。ベハル包囲戦、ゴリアドの戦い、そして反乱者によるグラスファイトでの小さな勝ち戦とテキサス軍の成功が続き、サンターナは反撃の体制を取ることにした。コス将軍はテキサスの状況をサンターナに知らせた。大統領職にあったサンターナは、自ら6000名の救護シ来への大軍を北のテキサスへと押し進めた。軍は、 三類スポート紙に集められ、すぐに、機体進軍した。現当のメキシコ北部の砂漠の進軍中、軍は400名の死傷者を出した。それでも、予定していたよりも1ヶ月早く、テキサスに到着した。当時のテキサスの政治と軍事の中心地、ベハルを占拠することが、サンタアナの第一の目的であった。1836年2月23日、 ベハルにサンターナが到着した。これは彼にとって二度目の占領だった。最初は1813年のメディナガーの戦いの後でサンターナはスペイン軍の下級将校だった。この時彼はサンアントニオの反王党派の捕虜を虐殺し、1835年にはサカテカスでも同様に虐殺し、最終的にサンターナはアラモ電動所内部に陣取った。 そのテキサス人たちに対して模様赦な攻撃した。アラモトリデの守備隊は補強を待ち望んでいが、さらなる兵士の補強はなかった。アラモは、ウィリアム・トラビスとジム・ボーイの指揮の下、およそ183名から189名によって、防御された。このアラモの戦いは、13日間の包囲戦の末に3月6日に終わり、テキサスの戦闘員はすべて殺された。 サンアントニオの治安判事は182名の守備隊の遺体の焼却を報告した。メキシコ軍に関わりのあった一人のテキサス人の埋葬は許可された。サンターナ率いるメキシコ軍2000名のうちの死傷者は400名から600名という数がほとんどの歴史家の見解である。アラモトリデの守備隊はこの後すぐに英雄として支持された。この戦争の最も重要な結果として 5月2日2836年会議で、署名されたメキシコからのテキサス独立宣言続く。アラモの戦いの後、即座にサンターナは軍を分割し、テキサスに遊撃隊を派遣した。その目的は、サムヒューストン将軍に率いられたテキサス軍と、決定的な戦いを仕掛けることにあった。ホセレウレア将軍は、またモロスからテキサスへと、沿岸部沿いに、 北へ進軍した。このため、海からの外国の援助の防御と、上陸するメキシコ海軍への解放は、対策が必要だった。1836年3月2日、ウレアの軍は、アグアドゥルセの戦いに従事し、その後すぐに、ゴリアド戦役へと引きられた。ウレア将軍は、テキサスで行われた交戦では一度も負けなかった。ゴリアドでは、ウレアの遊撃隊が、 ジェームス・ファニン大佐のおよそ300名の軍を捕らえた。夜通しで、ウレアの軍は、テキサス軍を包囲し、翌日の3月20日、様々な条件でファニンの降伏を引き出した。このゴリアド戦役で捕らえられたおよそ342名のテキサス軍は、1週間後の1836年3月27日、サンタアナの直接の命令によって処刑された。これが広く知られる。 ゴリアドの虐殺である。初戦の報告を受けたヒューストンは彼の小さな軍はサンタアナと戦って勝つ準備ができていないことをすぐに理解した。経験豊富で恐れられたメキシコ騎馬隊はテキサス軍が打ち負かすのは容易ではなかった。彼の唯一の選択は軍と共に十分に戦闘可能な有利な場所で待ち続けることと考えヒューストンは アメリカ合衆国との境界まで撤退を命令し、多くの入植者たちも同じ指示によって移動した。と呼ばれる、この集団行動は実施された。焦土作戦と共に実施され、メキシコ軍に食料を与えなかった。その後すぐに雨が道を通れなくして、寒い季節によって両軍の死傷者の数は増えた。常にヒューストンの軍の後をつけていた、サンタアナの軍は残忍だった。 ゴンザレスの街は反乱者によって守ることもできずに放火された。オースティンのサンフェリペの居留地も同じ運命をたどった。ヒューストンの軍列の間の絶望は大きくなり、敵意は彼に向けられた。サンタアナの進軍を止めることができたのは水かさを増した川だった。これはヒューストンに軍の休息と訓練の機会を与えた。サンタアナが遊撃隊の分割を決めて、 テキサス暫定政府の面々がすでに逃げた後のガルベストンへ向けて素早く移動してから事態は早いペースで動いた。サンターナは反逆者のリーダーたちを捕獲してコストがかかる長引いた戦争を終わらせたかった。メキシコの独裁者としてなるべく早くメキシコシティへ戻る必要を感じていた。ヒューストンはサンターナの予想していない動きを知らされた。およそ700名の サンタアナの隊列がハリスバーグから東へ進軍してきた。ヒューストンの承諾なしに、そして逃亡に疲れて900名のテキサス軍が敵に遭遇した。ヒューストンはそれに続くしかなかった。4月二十日、両軍はサンジャシント側で退治した。分け隔てるのは木と草で、これでテキサス軍は身を隠した。目前の反乱軍に息を上げたサンタアナは、 コス将軍が率いる兵の補強を待った。反乱軍が動揺したことには、コス将軍が五百四十人以上の部隊を連れて、思ったよりすぐに現れ、サンターナの軍は千二百名を超えた。タメラ・ヒューストンに起こり、反乱軍は攻撃を仕掛けることを訴えた。四月二十一日早朝、ビンスイズ橋を燃やした後、テキサス軍は前進し、そして偶然にメキシコ軍を捕らえた。 攻撃の数時間前、サンターナは軍の警備を解いていて、さらに彼の軍は進軍の疲れで持久力は限界まで来ていた。彼の軍は基地まで押し戻すテキサス軍に倒された。サンターナの全軍はサムヒューストンの圧倒的に小さな軍に殺され捕獲された。テキサス軍の死亡者は9名のみだった。この決定的な戦いはメキシコからのテキサスの独立を引き起こした。 サンターナは燃やされたィンスイズ橋を渡れずに捕獲され、足首を負傷していた、ヒューストンの前に連行された。サンターナは、作戦の終了に同意した。ビンセント・フィリソラ将軍はメキシコに帰還したが、ウレアからの異議は避けられなかった。サンターナだけが負けたが、軍は負けておらず、ウレアは、作戦は続行されるべきと考えた。しかしフィリソラはこれに賛成しなかった。 サンターナ捕虜になり5月14日にへの署名を強制された。条約はテキサスの独立を承認する代わりにサンターナの命を保証した。当初の計画では二国間の関係をスムーズにするために彼をメキシコへ送り返すものだった。出発は彼の死を望むボートのために送らされた。和平を築ける唯一の人物であると彼自身が言明して、 アメリカ合衆国のジャクソン大統領に新しい共和国の独立を保障するため、サンタアナはテキサス政府によってワシントン DC へ派遣された。しかしサンタアナには知らされずにメキシコ政府は彼を不在のまま退位させた。もはや彼にはメキシコを代表する権威はなかった。テキサスは長い血で血を洗う戦いの末に共和国になったが、しかし、 メキシコには決して承認されなかった。対立は行き詰まりのままだった。サンターナは1838年のパストリー戦争で英雄として再び頭角を現した。これによって大統領に再選され、間もなく彼はテキサスへの遠征をアドリアン・ウォル将軍に命令し、ちょっとの間だけサンアントニオを占領した。両国の間には数年後に 小さな衝突が起こった。テキサスとの戦争は1846年の米国戦争まで間に終わることはなかった。サンジャシントでのサムヒューストンの勝利は彼をテキサス共和国の大統領職に就かせた。後に彼はアメリカ合衆国上院議員とテキサス州知事になった。1836年にテキサスの大統領を退いたスティーブン・オースティンはその後州 ストム長官に任命されたが、すぐに死去した。サム・ヒューストンはオースティンに、テキサスの父と産事を送った。テキサスが独立を宣言したのと同じ時、メキシコの他の州もまた、メキシコからの分離と独自の共和国の形成を決定した。ユカタン州は、ユカタン共和国を作り、これはイギリスに承認された。コアウイラ州、ヌエボレオン州、タマウリパス州は共同で、 リオグランで共和国を作った。その他のいくつかの州でも反乱が起こった。すべてはサンタアナの1824年憲法の廃止、議会の解散、中央集権的な政府への転換に対する反抗であった。しかし、メキシコからの分離に成功したのはテキサスのみであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。